ユリウスネポス、フラウィウス、ユリウスネポス、ジュリウスネポーズ、フラビス、ジュリウスネポーズ百三十年から四百八十年は、西暦五世紀のローマ皇帝、及び帝位紀級者。外籍関係にある、レオ朝出身の皇帝に加える場合もある。四百七十五年八月二十八日以降に、ダルマティアへ逃れてからは、対立皇帝として、西ローマ皇帝。 ロムレスはアウグストゥルスへの抵抗を続けた。アウグストゥルスミカド隊員後も皇帝称号を使用しており、何人かの歴史家は東ローマ皇帝、ゼノンなどの承認を得ていた点から、彼の定位請求が正当であったと考えている。ダルマティア総督領を支配する将軍のおいとして生まれる。テオドシウス長断絶後、定位三奪が続いていた。正方定位において、ユリウス・ネッポスは、 東ローマ皇帝位にあった妻のおじレオ一世支持を得て挙兵した。レオ一世の支援は大義名分を得る上で大きな力を発揮し、ネポスのアグノーメンもラテン語で追いを意味すると考えられている。ネポスが挙兵に及ぶとたちまちブルグント軍は、挑戦してしまい、後ろ盾を失ったグリケリウス・ミカドは大義を宣言した。ネポスはグリケリウスを除名して、 ダルマティアへ追放した後、自らが、西方定位を継承した。この時、ローマ帝国の西方領土は、蛮族の侵入によって縮小していたが、まだ、イタリア本土とダルマティア、そしてガリア地方に、いくつかの領地を抑えていた。しかし、ネポスミカドの支配が本格化するより前に、蛮族出身の軍師、オレスティスの反乱に遭い、短期間で帝都を追われる結末となった。 ゲートを追われた後、ネポスミカドは一族の領地であるダルマティアに逃れ、同地の実行支配を通じて抵抗を続けた。対するオレステスは、自らがローマ人の妻に生ませた息子ロムルス・アウグトゥルスを即位させ、陰性を敷いた、自らが即位しなかった理由については、諸説あるが、確かなことは不明である。ローマ法においても不当行為であるアウグストゥルス・ミカドの即位を、 共同主たる東ローマ皇帝、ゼノン、レオ一世の娘無子は承認せず、全面的に、ネポスミカドの行動を指示した。四百七十六年、オレスティスが異なる蛮族の指導者をオドアケルと、待遇面で対立した末、殺害されるとアウグストゥルスミカドは退位して、帝都を去った。オドアケルもまた、オレステスと同じく自らが、皇帝になるという選択肢は取らなかったし、ゼノンも、 ネポスミカド復帰への指示を変えなかった。オドアケルは、ネポスミカドを迂回して、レオ一世と直接交渉するべく、境外化していた、元老院を復権させて、彼らに陳情を行わせた。オドアケルは、西方定員の称号を、レオ一世に返却し、自らはその進化として従いたいと嘆願した。レオ一世はオドアケルを、ドゥクス、地方司令官、公爵の語源に助任、また、 イタリア本土の実行支配を委ねる判断を下した。一方に条件として、自身の共同君主たるネポスミカドにも、忠誠を誓うように要求して、オドアケルは渋々ながらもこれを認めて忠蔵する、貨幣にネポスミカドの名を刻印させた。形式的には、ゼノンネポスオドアケルの構図であったが、ネポスミカドは、ダルマティアに留め置かれており、オドアケルも建前上の君主として、彼を扱った。 こうした状況下は4年ほど継続したが、480年にネポスミカドが暗殺されたことで終焉を迎えた。暗殺はおどわける、もしくはグリケリウスによる行為と考えられている。広く受け入れられている説として、ローマ帝国の貴族、ハク、であったの息子、フラビウス・ユリウスとして生まれたと考えられている。後に、ネポティアヌスは皇帝から、 軍務長官の一人に指名され、461年から南ガリアやヒスパニアの帝国領に派遣、465年に認知で死没したと記録されている。母は父と同じ軍務長官としてダルマティア総督を務めるの妹であったと伝えられている。出自については、歴史家ヨルダネスの記録以外にはあまり残っておらず、不明瞭な部分が多いことから異説も存在する。 父、ネポティアヌスが将軍であったのかどうかについても、別の同盟人物と混同した可能性も、指摘されている。おじ、マルケリヌスについては、ヨルダネス以外にも6世紀の歴史家マルケリヌス、コムスがネポスについて、総督マルケリヌスの老い歴出身と記している。ヨルダネスも、で、マルケリヌスの老いと記録しているが、ヨルダネスが頻繁に、 コムスの記述を引用する点から単に書き写された可能性も考えられている。どうあれマルケリヌスの老いであることと、ローマ貴族の一員であった点については可能性が高いと考えられている。おじマルケリヌスの存在は、ネボスの対等において重要であった。偉大な将軍として知られるフラウィウス・アエティウスの配下として従軍し、皇帝ウアレンティニアヌス三世がアエティスを暗殺した。 際に反乱を起こした将軍の一人であった。以来、マルケリヌスは、ダルマティア地方に強固な地方軍閥を作り上げ、テオドシウス朝断絶後も諸皇帝から独立した自治権を持つありとして、ダルマティアを承認させ、その総督として君臨していた。蛮族出身の軍務長管理決めるの戦王に対して、アンテミウスミカドから重臣として迎えられていた。468年。 マルケギヌスは、リキメルによって、シチリア滞在中に暗殺された。また、ネポスという名は、ダルマィアにおいて際立った権威を持つ一族に、由来するかもしれない。ダルマティアにおいては、アエリアネポテス、アリアネポス、ユリウスネポス、ネポテスと四人の名が刻まれた貴族の記念碑が、発見されている。また、サロナにある教会の悲鳴にも、ユリウスネポスが生まれる以前にネポスの名が、 すでに使用されていい。ネポスは、ダルマティアに支配権を持つローマ貴族として、東方領土のローマ皇帝であるレオ一世の名と結婚していた。ネポスの名も通常はこれに由来すると考えられている。474年、レオ一世は、自らの義オイネポスを西方領土の皇帝に推挙した。制度上、テトラルキア時代から、東西皇帝制は、 共同皇帝制に基づいており、従って主となる皇帝が自身の共同者を指名す権限を用いていた。グリケリウスミカドと対立していたレオ一世は親族の人間を共同皇帝に指名したのである。ネポス軍の前にグリケリウスミカドはなす術もなく投降し、サロナ氏の主教としてダルマティアに追放された。グリケリウスミカドを失脚させたネポスは、 自身が義伯府の共同皇帝であると宣言、ローマ皇帝フラウィウス、ユリウスネポス、フラビス、ジュリウスネポスとして即位した。皇帝として、ネポスミカドは、西方領土の残る領域、イタリア本土、ダルマティアを含むイリュリア、ガリア地方におけるいくつかの領土を統合しようと、試みた。ネポスミカドは、南ガリアからイベリアを占領している、西元王国と交渉を行い、 西五をエウリックと和平条約を締結することに成功した。協定で帝国が維持することが困難であった。いくつかの都市を平和的に譲る代わりに、ガリア南東のプロバンス地方に強固な支配権を回復させた。同様に、サルディニアやコルシカ、アフリカを中心に、地中海の政界権を脅かしていた、バンダル王国のガイセリック王とも交渉を行ったが、こちらは不守備に終わっている。 ネポスミカド即位前に、レオ一世と、不戦条約を結んでいたガイセリックは、情報に応じなかった。国内的には、元老院との対立が、悩みの種であった。ネポスミカドの定位は、それまでのテオドシウス朝断絶後の、君主の中でも最も正当な背景を持っていたが、それでも元老院からは、指示を得られなかった。一番の要因は、正当性の背景でもある。 疑白フレオ一世の存在で、西方領土の自主性を脅かされたと感じた。元老院は、ネポスミカド即位に悪感情を抱えていた。ネポスミカドにとって命取りとなったのが、新たな軍務長官に、フラウィウス・オレステスを指名したことであった。軍属の王、アッキラの重心であったというオレステスは、軍務長官に抜擢さると、四百七十五年八月二十八日に、 軍を率いて反乱を起こした。不意を疲れたネポスミカドはラベンナを攻め落とされたが、かろうじておじの領地であったダルマテア地方へ回路を使って脱出した。オレステスは自らがローマ人の女性に生ませた根結寺ロムルス・アウグストルスが新たな皇帝になると宣言した。小さな皇帝を意味する名を持った十二歳の少年は父オレステスの会でしかなかった。 事態を知った東方皇帝ゼノンはロムレス・ワウグストルスをローマ法に基づかない戦勝ミカドであると断劾してその即位を承認しなかった。したがってネポスミカドは依然として正当性を持つ皇帝としての身分を保ち、また王子マルケリヌスと同じくダルマティアに強固な軍閥政権を確立した。やがて、 オレステスと仲違がいしたヘルール族の族長をオドアケルがオレステスを殺害して、その息子ロムルス・アウグストゥルス・ミカドを退位させる事件が起きる。476年、オドアケルは西方帝国の元老院を通じてゼノンに西方定位を返却し、その上で皇帝への忠誠と引き換えに自身の身の身分保障を求めた。ゼノンは概ね、オドアケルの要求を認めて、 彼にドゥクスの称号を与え、イタリア本土の実行支配を委ねた。ただしネポス・ミカドが新たな正方皇帝であり、オドアケルが中誠を誓うべき君主は二人であると、言明した。オドアケルは、中誠の証として、自らの支配権で新たに発行した金貨にネポス、ミカドの名と肖像を刻印した。しかしその身分はあくまでも、形式的でしかなく、 ネポスミカドはダルマティア支配に専念することになった。歴史の進展次第ではこの体制はもっと長く続いた可能性もあったが、ネポスミカドは建前上の皇帝に甘んじることを潔しとしなかった。自身から実験を取り戻すための準備を進めたことを知ったオドアケルは、ネポスを危険視し、最終的にゼノンと敵対する可能性を抱えてでも、 ネポスミカドを殺害する決意を固めたと考えられてい。また、かつて追放されたグリケリウスも、密かに復讐の機会を伺っていたとされる。480年、ネポスミカドは自らを警護する護衛兵の手によって暗殺された。詳しい時期については、諸説があり、暗殺日については4月25日説、5月9日説、6月22日説の3つが挙げられている。 ダルマティアのサロナ市にある宮殿に滞在している際、兵士によって失殺されたという。この宮殿は、ディオクレティアヌス帝が建設した理球と同じ建物であったかもしれない。実行者について、コムスは、ネポス軍の将軍が裏切ったのではないかと記している。別の歴史家は、グリケリウスが加担していた可能性を指摘している。グリケリウスは、ネポスミカドの進化として暗殺時に、 宮殿の近郊に滞在していた。事実はともかくオビダはダルマティア総督としてオドアケルに承認されたが、後にネポス殺害を大義名分とするオドアケル軍に攻め滅ぼされた。オビダは殺害され、12月9日にダルマティアはオドアケル領に併合された。一方、グリケリウスはミラの司教としてオドアケルの重心に転じており、これが一層に 彼の関与を疑わせる要因になっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。